ゃあ出発。いや今日も暑いよね。最高気温35度だって。夏ってこんなに暑かったっけ。ほら10年前とか。あ、塩飴飲める？塩飴。熱中症対策はしておかなきゃね。コミケ平常運転。したくないとは思っていないことだ。ずいぶん長く喋ってたわね。ご先祖様にちゃんとご挨拶できた？お久しぶりです、お母さん。入りなさい。お母さんったら、相変わらずですね。仲良し。ゆうこさん来た？ゆうこちゃん、元気だった？元気元気。あんな、また一段と面濃くなって。かわいい。アキラもその辺にいるから遊んであげてね。あの子、しょうこちゃんと会うの久しぶりだから恥ずかしがってるね。二人の心の距離が縮まった。しょうこちゃん。ボードゲームしない？違うの。これまでは無言でこっち見るだけだったから。ちょっと、ご飯の前におばあちゃんにご挨拶してらっしゃい。入りなさい。不安なことや辛いことはあるかい？学校は楽しいかい？友達はできたのかい？そうかい。ところで、好きな男はできたのかい？なんだいその反応は。携帯貸してみな。なんだいこのただの人々ってのは。おばあちゃん許さないよ。